はい、こんにちは、ペクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。久しぶりなんですけれどもね、メンズ向けみたいなものをちょっと作ってみたいと思いますね。久しぶりなんですよね。ちょっとこれね、大きくは残ってなくて、小さめのものしかできないなってことで、パパのお弁当袋みたいなイメージでちょっとそういうテーマで作ってみたいと思いますね。こっちがね、表地にしたいと思います。なんかパパがスーツ着て似合うようなお弁当袋で、黒ってあんまりお弁当袋で黒ってないじゃないですか。それあえてちょっと作っちゃおうかと。で、裏地は同じストライプの形になっている柄のリップルっていう生地なんですけどね、これも同じく黒で、なんかね、ジャガードみたいにこういう風に縦縞が綺麗ですよね。で、ちょっと凹凸感ある生地なんでふんわりしてるんで、そういうところの効果が出ればいいかと思いますね。じゃあ作っていきます。お弁当袋になるかなって思うのがショーですね。で、今回はちょっとテーマがメンズっていうことで、パパさんが持っていくお弁当袋みたいなイメージをちょっとしてみました。で、迷ったんですよ。これね、ストライプの柄ですよね。中もストライプみたいな感じなんだけど、ムジライクなんですよね。ちょっと比べてみたいんですけど、ジャッジは外側にこっちの華やかな方を持っていこうっていうのは決断しましたね。やっぱりその方がかっこよさが際立つかなと思いました。綿 100% ですね、こちらもね。中見てみます。中も綿 100% ですね。で、これは外は先染めの、ストライプですね。織り柄ですね。で、中もは、リップルですね。見ます。はい、リップルはこういう凹凸感のある素材ですね。サッカーに似ていますね。こっちはね、リップルというタイプで、ちょっと違いがね、似ているもんだから同じような仲間なんだけど、なんかよくパジャマとかに使われるのが綿100で、結局ね、このボコボコしているから肌に当たる面積が半分ぐらいに約なるみたいな感じで、当たらない部分があることでベタつかないっていうさっぱり感があるんですよね。なんかそういう素材で、昔からある素材になりますね。これなんかもう黒なわけです。で、ストライプがこういう風に柄に入っているんですよね。それで外のストライプと合うかなと思って一緒に使ったわけですね。全部ね、黒でやってます。ここのとこもこの黒で、メンズなのでちょっと男っぽくっていう感じのこういうのにしてみましたね。これ横から見た感じ、こういう感じですね。一応ですね、ストライプも、ボードよりね難しくないんですけど、柄を合わせていますね。同じ位置にこのストライプが来るようにやったから、ここから横に対称になっていますよね、柄がね。なんかそういう感じになっています。やっぱり柄を合わせていくと結構綺麗に、なんとなく綺麗な感じに見栄えがして、ちょっと高級感が出ますよね。なんかそういう感じなので、柄が合わせれるときは合わせていった方がいいのかなと思っています。今回はこれで終わります。ありがとうございました。